皆さんこんばんは毎週時計合いするゲストとお送りしていくクロノス日本版チックタックトークまあ今回のゲストは山田五郎さんでまあアフタートークとして動画のあの動画でお話を聞いていきたいと思います山田さんよろしくお願いします,ししま,すまあ回ってなかった時の方が面白かったな話 <laughs> そ,うそうですね回ってなかったデュアルダイレクト脱進機とコアクシャルのうん違いの話の、うんうん、い,かいかに画期的かっていう、ね、話ですよね 世の中自由振動万歳じゃなななって話んですよね。天間はでかくて重い方がいい時代じゃなくなってきた <laughs> 今度山田さんそこに関して個人的にちょっとあの月光お願いしたいでるですけども本当に,本当にいやでもそれは確かに目から鱗ですよ。であの山田五郎さん本当にね今大人のね教養講座として YouTube で美術の話されてますけれども、はい、まあ皆さんご存知の通り山田五郎さんというと、まあ、僕らにとっては時計の人、うん、で。 はい、皆さんも当然ね、思<ー>、ね、いますよね。うん。機械式時計大全。<laughs> これを読むと、あなたも時計博士ということで、まあ、これぐらい内容のまとまった本を多分世界的に見ても稀です。うん、で、ぜひ、これは、読んでいただければ。時計の知識がわかると同時に、山田五郎さんという人の凄さもわかるだろうと思います。ありがとうございます。まあ、山田さんね、はい、ラジオでお話伺いましたけど。うん、時計いろいろお持ちですけれども、はい、のこの二本について。 話を改めて聞きたい。山田五郎さんの,あ、はいまあ、そのお気に入りのね時計っていうことなんですけれども、ねはい、まあやっぱりんていうのかな人との思い出のある時計っていうのがやっぱり自分はとても、うん、だ大事に思ってて、はい、でそれがこういつまでも残るで壊、まあ、れや修理してって、えー、いうのが機械式時計のいいところだと思ってるんですね。はい でそういう意味で、まあ、これはあの実際に使用頻度も非常に高い、えー、ランゲワン「エ、はいえーえー、えー、ランゲアンドゾーネ」そうそうなぜいつまでも「アンド」って言うんだと「ゾーネ」というなら「うんと」ね。アーランゲアーランゲ,アーランゲウントゾーネ」だ。<laughs> どっちかにしてくれ英語かドイツ語か。これの あの復興ンゲの一番最初のモデルなんですけども、はい、これはそのドイツの時計史家と言っていいのかな、はい、時計の歴史に関する著作が非常に多いラインハルト・マイスさんとていう方がいて、はい、でその方がンゲ、えー、を復興するにあたってプロダクトマネージャーを務められて、はい、マイスさんんが手がけたものなんですね,のですねでそのラインハルト・マイスさんって人は私ももう本当に 時計の歴史やる人は絶対真由さんの本1冊や,冊や2冊は読んでるっていうぐらいの人なんであの前からしてたんですけどもこの蘭毅の関係でバーゼルフェアの時に一度お会いしてあの話をしててねでもう僕と同じであの僕も時計自体を買うお金はないけれども本なら買えるとだから歴史をやろうっつって歴史をやってるんだったら、はい、俺も全く同じだっつって真由さんと盛り上がって。<laughs> あのー、話がが盛り上がってきますでこのランゲワンをね設計するにあたってはねどう,どういうことを、ね、針は絶対一つも重ならないんだとここが黄金分割の比率になってるんだとかね、はい、このビッグデートはね、はいあのー、ランゲの師匠のグートケースの全般、あのー、オペラにある五、はい、<laughs> 分,分デジタル時計のあれが撮ったのみたいな話をさ,さんざん聞かされてて。はい であじゃあこれいつかが買っとかんといかんなと思ってて、まあ、たまたま日本の代理店が変わるっていうんでモデル戦時しちゃうと困るなと思って買ったっていう買った、うん、だからまあスさんとのいろいろ思い出がすごいですね僕もあのラインハルトスさんに関しては「えっと、ランゲワン」の記事を書く時に書面でやり取りはしたんですけど、はい、山田さんが直接会ってるとは知らなかったたたいいたまたまバーゼルでお会いしたんですよ、うん。 マイさんどこか大学のあれで技官やってましたよねなんでそんなことまで知ってるんだ」なんて言って言われて <laughs> でも山田さんっていうとね時計の本毎回スイスとか行くたび海外行くたびめ,めちゃくちゃ買われるって形が時計の世界でまあ結構、うん、買ってたんだけどねもうもうなんつうかさその元気ないよねあと今もねインターネットで相当手に入りますん、ね、手に入るし。 もうやばすぎちゃってさ。俺あのイギリス古都経教会っていうのが入ってるさあれの,あの解放でアンティコリアンホロジーっていうのがあるのね、はい、あれがさあそ,<れ>そうなんですで検索できるようになっちゃって1800何年かの創刊から <laughs> 全部デジタル化してあれ見出すとで、ね、もう。 人間ダメになっちゃう。<laughs> もうすぐ一晩あれしちゃって。<laughs> いやでも山田さんでいうと本当だからまあそのいろいろそもそも時計に関する本は死ぬほど読まれて多分日本で世界的に見てもこれぐらい読んでる人ってあんまりいないんじゃないぐらい、えーえー、まあ変わったし読まれているからまあラインハルト・マイスさんは知ってて <laughs>、うん、その関係でいやすごいですねこれ。うん いいやいや、これ見たらそんなすごくないんですけどもつながりから言ったらちょっとねはいつながりから言ったらやっぱりこっちですよっはい、はい、あのオメガのデビルコアクシャルこれオメガがコアクシャルを搭載した一番最初のモデ,、ね、モデルですね1999年に発表した限定999本っていうから。 慌てて買ったはいはいはいってやつなんですけどこれはこの高シャル脱進機っていうのを、まあ、あのまあ発明したジョージ・ダニエルズさんっていうイギリスの時計師がいるんですけれども、はい、その人の名前を僕はも学生の時に、はい、の有楽町の交通会館の1階にあった金銀堂っていう、はい、アンティークウォッチと日本刀っていう不思議なお店を <laughs> 経営していた米原さんっていう方がね、はい ジョージ・ダャニエーズが書いた「The Art of Breh げ」っていう、はい、まあブレゲに関する、まあ、その当時一番詳しかったそ,うです、ね、それを米原さんが少し翻訳してたんですよ翻訳してなんかガリバン刷りみたいなので配ってたんですよ。はい、でそれをこう一緒に読みながらここはなんて訳したらいいと思うなんて聞かれたりなんかしながらやってたから僕最初ジョージ・ダャニエーズってブレゲ研究家だと思ってたんですよ。うん、そしたらまあもちろんそのその頃はあの時計の修復屋なんかをやっていて。はい でサザビーズのエクスパートとして、はい、まあブレゲのあ時計を徹底的に調査したんですよね、はい、あいろんなコレクターとかもあってそ,、ね、その結果をまとめたのがディアート・ブレ・ブレゲだったんだけどもその自分でも時計を作ってるらしいと自分でもいろいろこう脱進機とか開発してるらしいっていうのがその後分かってその時計の作る方の専門の 本も何冊かかウォッチメイキングとか、ねはい、書いてらっしゃるのを、はい、読んだりしてるただこの「オメガの高アクションでついにこの量産化される、はい、ダ,ダニエルさんの自身が作った時計ってとても買える値段じゃないんですよね。それからあのジョージ・ダニエルの発表が買えるようになったって喜んでたんですけどもこの発表の時にダニエルさんが来日したんですよね。はい でそれの時のアテンドをあの小牧翔一郎先生と私がやってでその時に「お前今度あのイギリスのねマン島っていうところに住んでらっしゃるんですけども、はい、税金対策とあと車に乗り放題だったり <laughs>、はい、信号がなくて車が乗り放題だったり、ね」もはい言うんでいや言うの「一回遊びに来い」とかって言われて。 で、会社辞めて時間ができた時に、いや今だと思って、まあ、遊びに行ったんですよ。ちなみに、その時の記事を、まあ、山田さん、あの、そうです。あの時、ヴィンテージウォッチでしたっけ。ヴィンテージウォッチかなんかだったん、ね、ですよね。うん、山田さんが当時、あの、コアアクシャルに関して、多分。当時、世界、多分、一番正確な内容のコアアクシャルの記事を書いて。僕はそれ読んで、非常に感銘を受けた。そう、あ、覚えてます。クロノスの前の編集長の。 古川君と一緒に行ったんでまあその時のが本当にあの思い出深くてだからこの本の頭にも古川君のこれですね古川君とジョージ・ダニエルズが一緒に写ってる写真を載せたんですけどもこの時ですね、はいうん、でその時にこれをしてったらあこの初期モデルはね あのそれお前調子どうだっていうかまあ会長っすよって言ったらあの結構その初期のやつ当たり外れあるんだとか言ってで,、ねで,ね、であそこの工房でちょっと見せてみろって言ってもしあれだったら部品変えてやるからとか言って言われてさ開け始めたから、はい、俺なんかトラブルあって部品変えてもらった方が嬉しいなと思ったの, <laughs> あのジョージ・ダニエルズの部品入れてもら,入てもらう <laughs> 入れてもらう方が。<laughs> そしたら「お前これあの全然問題ない」と。 当たりだと言ってでじゃちょっとここの調整だけしとくからって「中油な上ねしなくていいんだ」とかって言われちゃって <laughs> それであのジョジネージアが上げていじってくれたああその時計なんですね。まさにその時計。まさにその時計なんですよその時。これ,れはでもオメガのこの個体でいじってもらった人多分いない,、ね、い,ない,いないかもしれないですけ、ね、一回売りに出されてからね<え>一回売りに出されてからいじってもらった人いないと思うんで多分いないんじゃないですかね。 いいや、すごいで,す、ねでうんね、その時がね本当にお面もう一体いきなり機嫌悪くてさ「はい、お前時計のこと分かってんのか?」みたいなこと言われちゃってさ「はい、<laughs> で、機械式時計で、ね、最大のねあの問題はなんだ?はい」って言うから俺「摩擦」って言ったらそ,それ正解だったらしいんだよ「うん、フリクション」って言ったら、はい、そこでいきなりって,感じ,なって感じになって足がいるんで。 で、なんで機嫌悪かったかっていうと「明日 F1 俺見たいっ、ね」って「分かった」って「俺付き合うから」っつって <laughs> あの万島のとこにずっといたわけですね満東の万のはいトンのお,お,お屋敷広いお屋敷の <laughs> はい、はい、なぜかあの広大な豪邸のなぜか台所で <laughs> なぜか台所で2人でずっとビール飲みながら F1 <laughs> そんなのまあと古川君たちはあの撮影をやってたんだけれどもね、はい <laughs> なんかね、朝いきなりホテルに迎えに来られちゃって、はい、<laughs> もう結構早くで、ね、朝の7時か8時で、ね、電話かかってきてさ「<laughs> ダニエルズ博士がお見えです」って言われて「えーとか1930年代の弁当できてさ <laughs> はい、はい、ホテルにねあのサンドイッチ頼んでね作らせたからね「今からピクニックに行くぞ」とかって言われてあれでもうグワてものすごい走り方。 方で、っ、えー、て何にもないところまで行って、あと何もないですもんね。何にもないもん。びっくりするの何もないもん。羊しかいねえんだもん。確あの時のそのカ走り放題。まあね、信号ないっておっしゃってましたもんね。信号ないも、うん。す走り放題。もうバラバラになるんじゃないかっていうぐらいのスピードで飛ばして、<laughs> あのベンツを。もうその時の記事は確かにあの僕拝見しましたけど、うんうん、まあ相当そんな裏があったんですね。はい。 それであのずっと F1 ずっと見て<おう> <laughs> 見て酒飲みながら。<laughs> でもどうだったんですかダニエルズさんって、ね、気難しいっていう印象はあったんだけど。まああの頑固親父ではあるんだけども、はい、あ,のあの人はまあ博士ジ,ジョージ・ダニエルズ博士で、ね、オーダー・オブ・グレート・グリテンかなんかなんだけども。はい もともとはさロンドンの下町で生まれてさ小学校もくに出ないでベッド工場にうん働きに出てみたいなところから、あのー、自分で東京を勉強して、まあ、それで博士号を取ってっていう人だから「根、うん、はさ下町のおっさんなんだよ」な,な,なんだかんだ言って、はい、<laughs> そこはねすごく気さくっていうか。 <laughs> それはでも面白い酒飲んだらきっと面白い人だったと思うけれど面白いんだけどさそれがまたさ今でも覚えてるんだけどさオーストラリア製だと思うんだけどフォスターとかっていうビール、はいうん、でこ,こんなあれで買ってそれお手伝いさんがね買ってきたんだっていうわけ。はい で俺はこの王子のビールはね飲まないって言ってんのにあいつは何べん言ってもわかんないって言ってでもう一缶開けるたびにさガビーッてごみって言ってさ捨てるんだけどさまた飲むんだよ飲むんかみたいな。<laughs> はちゃめちゃですね。結構そういう本当にあに下町のさでもう時計の話始めるともうダメ止まんない止まらない感じですね。えー いや、でも世界的に多分そんこまで多分飲んで付き合った人ってそんなにいないよいや、ロジャースミスがいると思うよ。あの弟子あ、まあロジャー、そうですよ、ね。弟子の。弟子でもロジャースミスも最初弟子入れするときに確かなんか何度も断られて、なんか土下座するみたいにして入ったみたいなこと言ってるから、よっぽど気難しい人だなと思ってたんですけど。いや、なんかやっぱり気難しいっちゃ気難しいんだけども、だから逆、もう本当に下町の観光エーだと思えば間違いないよ。 まあ打ち届けるといい、うん打ち届けるとあれだけど、またなんかの折に時代踏んじゃうと、あ雷が落ちるっていういい <laughs> そういう感じの人だと思う、そのジョージダニエルズが、うん、山田さんの触ってくれた、<laughs> 触ってくれた。<laughs> 俺はちょっと修理出せない、<laughs> 出せないね。逆に修理出せなくなっちゃったね。<laughs> あと他に思い出のある時計って何かあります？うん、山田さん、まあ人と時計って話されました、ね。はいはい。あとはだからあのフランスのポールジュルヌにあ。 名前入れてもらったクローメータスブランとかあるし、うん、あとさ俺絶対自分ではしないなと思うんだけどさあのジェラル・ペルゴのさ、はい、亡くなっちゃった社長の G の G のがくれた時計とか、うん、まあそういうやっぱり。 やっぱり人の思い出がある時計ね。しかしこの2本特にだからあの時はね本当にこれは3日ぐらいの間だったけども本当に楽しい夢のような日々でしたよでもラジオ聴いててもともと山田さん機械が好き歯車が好きってことで時計がお好きになって懐中買われたって話じゃないですかでその 腕時計と懐中時計の違い、うん、その魅力って何だと思いますか。いや、まあ、基本同じなんですけども。ね、やっぱ、懐中時計の方がでかいですよね。だ、はい、<laughs> から、機械が見やすいっていう。うね、はい。あと、あの、アンティークで買う場合、相対的に懐中時計の方が安い。してましねうん、同じ機能だったら、だってさ、腕時計のさ、リピーターとか。 はさ、まず買えないでしょ買えないですね。アンティークでも。買え,買えないですね。懐中時計だったら、買える値段なんですよ。そうですよね、うん。リピーターでも、永久カレンダーでも。山田さんでも懐中時計ので、これは好き、お持ちって何かあります。今。いっぱいコレクション持ちだと思うんですけど。まあ、ドクロの時計は。ドクロ時計。ドクロ時計はスペシャライズしてますからね。<laughs> ドクロ時計の中の,あのやっぱりあの水晶ドクロ時計もあれも奇跡的なことで来てますからどういうエピソードまあちなみに山田さんって改めて言いますけれども、まあ、ドクロが好きで時計が好きだから水晶が好きってことで <laughs> 水晶ドクロ時計って言って世界的に見ても多分こんな集めてる人がいるのかっていう <laughs> こ,れこれはもうだからあのスーパーニッチジャンルで三冠王ですよね。 あのドクロ時計ってどういうものかっていうと、はい、基本置き時計と思ってもらって構わないんですけども、はい、まあ置時時計計懐中時計です、はい銀。銀とか銀でできたドクロの頭をパカッて開けると、はい、時計ん中に入って、はい、あるいは顎を開けると時計が入ってたりみたいなやつであの16世紀の宗教改革の時にジュネーブで、はいえー、作られ始めて。はい ま、それからずっとそこそこ作られてるんですけどね。で、あの今、広瀬さんからお話しあったように。私はもともと時計が好きで、ドクロが好きで水晶が好き。<laughs> で、世の中には水晶でできた。ドクロに入った時計があるとで、ダ博物館に1個あるのは知ってる。はい、で、それがね。オークションで出たらね。うん、あの教えてくれよって、あのアンティコルムっていう時計の専門のオークションスイスにありますよね。はい、あそこの社長。 今どうなのかしらけど社長だったらパトリッチっていう人にオズワルド・パトリッチが日本に来た時にそんな話してたんですよ。そしたらパトリッチからファックスが来て「出るぞ」って言って <laughs>「水,水上毒の時計」はい、でそれがさよりにもよってさ2000何年かサンドバーグコレクションっていうのはイギリスのサンドバーグ教という人がいまして。はい 大時計コレクターで時計のロス・チャイルド・コレクションと言われたコレクションをお持ちだった方だなそのサンドバーグ卿がな何があったのか知らないけれどもコレクションを全部出すっていうんで大話題になった、うんあのー、オークションがあった、はい、そこに出,て出たこれは俺がな関係ないだろうと <laughs> なってもパテック博物館とかそういうとこばっかりが入札する。はいはい オークションじゃ。ででも確かにででできた時,に入った時計が出てるんですよ。<laughs> だから思い出作りにあのまあ入れるだけ入れ,入れとこうかって言ってで当時まだ会社勤めてて、はい、組合の共済金っていうのが借りられるんだよ。はい 組合 <laughs> の共済先の枠残ってる編集部のやつにさちょっとさあとで返すから借り,借りて貸してくんねえかっつってかき集めた金でとりあえず入札しといたの <laughs> で、まあ落ちねえだろうなっつってそしたらさでもうそのままさあの入札しっぱなしでさ忘れてたんだよそし、はいはい、たらさあんたパトリッチからファックスが来てさ落ちたぞっつって <laughs> ドクロはお前のとこに行くようにできているみたいな。<laughs> マジでと思って。<laughs> すごい話ですね。それね同じ時に16世紀のにできたあの銀製のドクロ時計が2つ出てんのよ。はい、だから世の中のね「どく時計好き」はねそっち行ったんだよ。空いてたうん、でその水晶ドクロ時計は時計自体は18世紀の時計だし、はい、水晶のドクロ自体は19世紀に作られてるもん。うんうん だからなんていうのかなその歴史的な価値は低いわけで16世紀のオリジナルのドクロ時計の方がはるかに価値が高いわけでみんなそっち行ってここが、うん、開いた、開いた。<laughs> それで来ちゃったんだよ。それで来ちゃってよくよく見たらねそれが俺ん家にもともとあった銀でできたその毒炉時計と同じ顔のドクロなんだよ。うんはい 全く、毒の時計って、全部顔が違うんだよ。はい、で、全く同じ顔なの。歯の抜けてる箇所も同じで。え、これ、今日、多分、じゃ、これを見て、模して、この水晶を掘ったんだ。っていう。やつで。こんな偶然ってあるって思ってたんだよ。そしたらさ、また、その、それから何年か経った後さ。ヤフオク見てたらさ。<laughs> ヤフオクです。日本のヤフオクだよ。日本のヤフオク, <laughs> フオクに。 同じ顔の銀のドクロがまたもう一個出てたの、はい、でしかも銀のなんていうのかなあの質が違うの、はい、こっち925なんだけど、うん、これ810かな、はい、昔のでも同じ顔なの、うん。微妙な大きさがち。うこれは落とさねばと思ってさ落としてだからそれをド, <laughs>、うん、ドクロ三兄弟と呼んで <laughs> 同じ顔の銀のドクロが二つと水晶のドクロが一つ。 ドクロ三兄弟が揃ったってすごくねと思って世界的に見てもちょっとまれですよねいやこれ,これはなかなかないと思うよですよねまずあの水晶ドクロ時計があの値段で落ちたっていうことがまあまあパトリッチが驚くぐらいの奇跡だったんだから<笑><笑>それでしかもそれがたまたまうちにあったのと同じ顔をしてて、うん、で同じのがまた世にもよってヤフオクに出てたっていうところ <laughs> すごいっすねすごい 山田さんもはちゃめちゃですね。うん、あの毒だからね、やっぱりそういうふうにね、物ってね、あの向こうから来るやつってあるんだね。まあ、絶対ありますよね。その代わり、欲しくても毎回逃すやつっていうのもあるんだよ。あ,あります。絶対ありますよね。あるよね。そこが面白いよね。あり,ありますよね。うん、まあ結果としてね、まあ、山田さんところには叱るべき物が。結果として、やたらいや、ドクロはやたら来るんだよ。うん、ドクロばっかり来ると言っても過言ではないんだよ。<laughs> 今,ドクロ今、どれくロ時計はでもどうだろう十い,くついやいや多分どく時計に関して言って世界的に安定しいやそんなことないどく時計の人って世界に何人かいるんだよ。<laughs> はい、で我が国では亡くなった松本零士先生がやってたんだよ。はい、あそうだったんですか。うん、松本零士先生は結構ちゃんと16世紀のドクロ時計とかお買いになってたんですよお持ちですから。はいうん そんなでもでもでも十いくつ揃えるって相当ですよ。いや数揃えるだけだったら大したことないですよ。やっぱりそのね独特三兄弟はちょっとやったと思いました顔の同じやつはそって独特三兄弟はいや山田さんすごいっすねやっぱあの時計博士みたいな形でこういう本書かれてますけど基本的なベースにあるのは基本的に言うともうコレクター質と。そうですねあとはまあその人だよね。 やっぱりここのねあのひろとくんとだってさもっと時計の話がなきゃ別にこ、ね、うです、ね、でいう形で出会いもなかったかもしれないしそうううでですすね。うん、すね。うん。ん。人お互い違う人生や仕事やっててもさ時計の話してるや。そうですね楽しい幸せじゃんそうですね。んすね前なえっと去年これ出したらと次どうぞしたから三年前ぐらいかな あの、まだ、コロナの頃だよ。あの、小牧先生久しぶりに、過去向かい、あの、小牧周知を。あの、さっきのね、ジョージタネーズの話。はい、あの、独立時計師の、菊くのくんとか。はいはい、あの、みんな、あ集まってさ、みんなで、飯食って、あ、して。たんだよ。でも、ずっと時計談話してんだよ。まあ、そうですよね。<laughs> だから、もう、みんな、全然、違う仕事の人でさ。 こんな年になってねこんなあの前んのトルクがどうしたとかさ、ね、窮地がどうしたとかさそ高速閣がどうしたとかさかそんな話でさで酒飲んでられるってそうのはさよっっまあだから趣味があるってことは、まあ、そこでいろんな人とつながれてそこはすごくありますよね。うん 山田さんも見ててもやっぱそこの部分ってすごく感じるなってそれがなきゃ続けられないよねそれが結局ものだっていうけどもまあものそのものよりもさそれがつないでくれる人とのつながりとかそうですよねうん。で、まあ、山田さん本当にいろいろ時計見てこられて、まあ、ここにある日本は別格としてほか、はい、にもドクロ時計、まあ、コレクションされたりとかしてますけど、うん、まあ最後に山田さんに今欲しい時計まあ、うん 標準的ですけど、それをちょっと聞きたいなと思いますけど。どんな時計欲しいですか。いや、俺さっきさ、平田君から聞いたさ。その成功がデ、はい、ュアルダイレクトのやつをついに量産に入ったっていうから。はい、はい今欲しいな、それは。白樺のですよね。あのグランド白何。何で白樺っていうの。いや、なんか文字盤の模様が白樺パターンが付いてて、だから白樺ってあだ名が付いてるんですけれどもい。いらないんだけど、その白樺パターン。<laughs> <laughs> 白樺パターン <laughs> じゃないやつが出たらじゃあ成功から連絡もらってそれは <laughs> なんでそれもれ,れなく白樺パターンなの今 <laughs> 今結構そうなんか白樺パターンのが基本ベースにあって、うん、あの機械まだ他に乗ってなかったよね普通やん確か普通の普通の、うん、普通の文字盤で <laughs>、まあ、これクロノグラフでこれは普通のパターンそうそれ,そ,れどうそ,その文字盤でいいんだけど,どあ一応、今。 木を切ったような文字盤もあるよ何木を切ったような木いやだから普通でいいんだって木,木は木から離れてくれよだからあの年輪みたいな木の木目みたいなのはい,い,いらないそうらない木ら。木から離れてる,木から離れる <laughs> まああの乗せてる機会としては本当にあのい、ね、やもうちょっとっもう、はい、俺はもうずっとこの「聞かしとけ」「態度」にも書いたけどもずっと楽しみにしてたんだから。うん まあ、あのものになったかなって気がするので、ぜひこれ載せたグランドセイコー。デュアルインパルスですね。インパルス、デュアルインパルスだし。デュアル、そうだ、俺が必ずインパクトと間違えてた。デュアルインパルス。そうです。ね。さっきのラジオのインパクトっておっしゃ、そうなりましたもんね。はい。インパルスだし。この本の時も一回書き間違えて行られた。デュアルインパルスだし、今日載せた、まあ、白樺は。白樺じゃないや。つ。 S <laughs> <S Q. S. 英語載せたやつは、ちょっと山田さんにはちょっと触ってほしいかないい。いや、いや、気になるよ、欲しいよ。そうですね。うん、あの、まあ、ま改めてしつこく言いますけど、山田五郎さんは多分コアクシャルに関して、多分。日本で初めて、バチバチな記事書いた人なんですよ。だから、そういう人にはちょっと、デュアルインパルスなんですよ。<laughs> デュアルインパルスもバチバチな記事書いてる、そこう。また全然違う思想で。あ、そう。これもありますね。あ、これはあります。普通の。<誰>これ。あ、これ、あ、じゃ。これだ。 これだ。あこれでいいじゃん、はい、これでいいよこれでこれ,これだこれだうん SLGH019 はいエボリューションンコレクション,ション何それ <laughs> いいねもう受信度はいパワーリザーブ80時間,80時間 何エボリュー何グランドセイコーのデザインが進化して、うん、まあちょっとこう今風になったみたいな感じのあ<ー>まあ薄くて使いやすくはなりましたあ,あいいねこれだこれだこれ,欲しいこれだそうです <laughs>、はい、改めてモデル名を言いますとグランドセイコー、えー、SLGH019 が載せたのがまあ デュアルインパルス脱進権のスターグランドセイコーの新しいムーブメントのスター三振。だよね、これデュアルインパルスでいいんだよね。はい。もう。岩手さんがどうのこうのはどうでもいいんだよ。<laughs> ああ、はい、デュアルインパルスの。はい、あ、あの Q. S. A. 五。はい、うん。キャリブは Q. S. A. 5これはきっと面白いんじゃないかなと。思い。ます、はい。受信度80時間。はい、こ,れこれだ。これです。でおすすめはこれで。よろしく。よろしく。 お願いします。すみません、話がこう脱線して。じゃあ、もっと聞きたい話が死ぬほどあって、その脱線。そう、面白いこですけれども。ももはい、これはですね、またちょっと時間を改めてす、ね。改めますか。はい、山田さんから話を聞きたいなと思っています。はい、しつこく言いますけれども、皆さんぜひ。計はい、はい、はい。しかもね、高談社選手書めっちってところが渋くていいんですよ。<laughs> マジでこれが良くて、あとまあ、もう一つ大人の教養講座もぜひご覧いただければ、<あ>山田さんの。 そこ知れなさはきっとお分かりになるかなと思いますありがとうございますということで、うん、チックタックトーク、うん、アフタートーク今回のゲストは山田五郎でした評論家にして時計の大仙奪さる山田五郎さんでしたありがとうございました、うん